ふん。バックグラウンドでは見てるが、この次元に合わせられないってところか。となると、もう一押しが必要になりそうだが。ステージ、最後まで見られなかったんですね。ああ。元より名ばかりの監修だ。演技方面を手伝ったっつうお前さんの方こそ意外だったが。最初からいなかったよな。ええ。あのステージは私にはちょっと、眩しすぎますから。うつろで自分を持たない、空っぽの私が見届けるには。だから、それを含めてのお前さんだけの演技だろうに。ニーナ・フェンリー、さっきぶり。いや、ある意味、初めましてになるのか。映画界切手の演技派にして、人気若手女優。以外の肩書きでは。そんな風に持ち上げられると、やっぱり恥ずかしいですけれど。私のもう一つの肩書き、すでに気づかれているみたいですね。半分くらいだがな。最初は三代目 C。 俺たちに何度か警告してきた奴の候補の一人だった。ま、あらゆる可能性を考えはしたぜ。初代や二代目が何かの目的で動いてんのか、それともエプスタイン博士ってのもな。クロード・エプスタイン。それはまた高等無形な発想ですね。いえ、かの帝国の不死者やガーデンマスターの正体を考えるとありえなくもない選択肢でしたか。ああ、だがさすがに突拍子もない仮説に過ぎねえ。お前さんというのも可能性は割とあったが決めてはなかった。何より匂わなかったからな。と、若い娘さん相手に悪い。お気になさらず。確かに私は C ではありません。むしろ、私たちはかのものを借り、滅する側ですから。この空間にまで。つくづく常識外れな連中だな。いや、それがあんたの力か。はい、その通りです。かの者からあなたへの誘いを利用して踏み込み、駆り立て、容赦なく滅する、 C を語ったコートの人物。いえ、赤黒い最悪の獣を。完全に掴んでやがるとはな。シズナの老師が使うっていう電源ガンでも持ってるのかよ。いえ、かの方のそれと私のこの目は別物です。引いてください、アークライドさん。ここから先は私たちが対処します。今ならまだステージの後半には間に合うかもしれませんし。聞けねえ話だな。どうして？相手は完全に外れた獣。あなたと厳密には縁があるわけでもない。それが分かっているのになぜ？簡単な話さ。前と同じく俺がこれを 4SPG と受け取ったからだ。回りくどかったが、なんとか借りも作っちまったしな。筋の通った依頼に、いくつかの借り。なら、裏解決屋として引く道理はねえ。あんたらにもネタをつかまれてるこの厄介者。まずは飯ってから狩り場へ向かうかい？
ずるい人ですね、あなたは。そんな風に言われたら一旦引くしかないじゃないですか。大したもんだな。ちなみに先生からの手紙で改めて教えてもらったんだが、3年前に就任した報告の総兵長、実はフェイクで実在しなかったんだってな。だったらお前さんのもう一つの肩書きは何なんだ。きちんとした役職名を持っているわけではありませんが、鳳凰芸家や聖杯の総長はこう呼びます。終わりの聖女と。お手伝いしてもよかったのですが、裏技で追いつかれてしまったようですね。先に学芸祭に戻っています。皆さんともどもくれぐれも気をつけてください。晩餐。